バイオリニストの宮本恵美里です。今とても大変な日々が続いておりますが、私自身少しでも皆さんがほっとできるような安心できるような本当にちょっとだけでも思っていただけるように日々音楽も発信しております。そしてこれからも引き続き皆さんとつながることができたら嬉しいなと思っています。私が情熱大陸の撮影をしていただいたのはまだデビューして間もない時期だったんですけれど、やっぱり不安もありながらもすごく楽しく濃厚な日々を過ごしていたなと思います。それも今も鮮明に覚えています。私自身の第二のふるさとでもあるドイツ、その場所に行った時も新しい発見もあったりして、そして今のこういった音楽の活動につながっているのもすごく情熱大陸ターニングポイントだなと思っております。笑顔で皆さんとお会いできる日を楽しみにしながら心を込めて1曲お届けしたいと思います。エルガー作曲の愛の挨拶です。